原形質連絡の模式図原形質連絡は、シンプラスト経路により、植物細胞間で分子を移動させる。一時原形質連絡の構造。CW イコール細胞壁、CA イコールカロース、PM イコール細胞膜、ER イコール小胞体、DM イコールデスモ、コスが赤い円イコールワクチン、紫色の円とスポークイコール他の、 未動定タンパク質原形質連絡、または、プラスモデスム、プラスモデスマータは、植物細胞や一部の藻類の細胞の細胞兵器を横切り、細胞間の輸送やコミュニケーションを可能とする微視的な、チャンネルである。この構造は、すべての陸上植物に加え、車軸も綱の車軸もメ、これを変えて目や滑走綱で見られ、これらの系統で独立に進化したものである。 動物細胞とは異なり、すべての植物細胞は多塔の細胞壁で囲まれている。したがって隣接する植物細胞は2枚の細胞壁とその間の中央によって隔てられ、アポプラストとして知られる細胞外ドメインを形成している。小さな可用性タンパク質や他の溶質は細胞壁を通過できるが、原形質連絡は細胞間の直接的で調節された。 シンプラスト性の物質輸送を可能にする。原形質連絡には2つの種類が存在し、細胞分裂の際に形成される1次、原形質連絡と、成熟細胞間で形成される2次、原形質連絡がある。似たような構造として、動物細胞間に見られるギャップ結合や、細胞膜ナノチューブ、植物細胞の色素体間に形成されるストロミュールなどがある。 一次原形質連絡は細胞分裂によってできた二つの新しい細胞間に細胞壁が形成される際に小胞体の一部が中央にトラップされることで形成される。ここでは細胞壁がそれ以上厚くならず壁光として知られるくぼんだ薄い領域になる。壁光は通常二次原形質連絡は非分裂細胞の既存の細胞壁間に形成される。 ものである。一次原形質連絡の形成は、細胞分裂過程の一部として、小胞体と新たな細胞板が融合する場所で生じ、この過程によって、サイタプラスミックポア、またはサイタプラスミックスリーブが形成される。デズマオトゥービュールはプレスト ER としても知られ、コーティコル ER と呼ばれる、細胞表層の小胞体と並んで形成される。 アプレスト ER とコトリックル ER は互いに緊密にパッキングしているため内空空間が存在。アプレスト ER は原形質連絡における膜輸送ルートとして機能すると考えられている。陸上植物では新たな細胞板形成の際にコーティコル ER のフィラメントが巻き込まれることで原形質連絡が形成される。アプレスト ER は 成長する細胞壁からの圧力と小胞体や細胞膜のタンパク質との相互作用とによって形成されると想定されている。一時原形質連絡は細胞壁が薄くなる部分に多く存在している。これは細胞壁が拡大するにつれて一時原形質連絡の数が減少するためである。細胞壁の成長時に原形質連絡の密度をさらに高めるため二時。 原形質連絡が形成される。二次原形質連絡の形成過程は完全には理解されていないが、様々な分解酵素や小胞体タンパク質がその過程を促進するとされている。典型的な植物細胞は103から105個の原形質連絡で隣接細胞とつながれており、これは10個マイクロメートル2の密度に相当する。 原形質連絡の直径はその中心部で50、60ナノメートルであり、細胞膜、細胞質スリーブ、デスも、コスガの3つの層で構成されている。原形質連絡が横切る。細胞壁の厚さは、最大90ナノメートル程度である。細胞膜部分は、細胞本体の細胞膜から連続しており、脂質二重層と似た構造を持つ。 細胞質スリーブは細胞膜に囲まれ、細胞本体から続く細胞質機質で満たされた空間である。分子やイオンの主な通路となっており、糖やアミノ酸のような低分子のほか、緑色蛍光タンパク質等のタンパク質や RNA 等の高分子も拡散によって通過することができる。いくつかの巨大分子の原型質連絡による輸送は未知の気候によって促進されている。 原形質連絡の透過性を調節する機構の一つとして、原形質連絡のケーブに多頭からなるカロースが蓄積し、物質輸送が可能な穴の直径を狭めるというものがある。原形質連絡の膨張、活発なゲート機能や構造的なリモデリングによって透過性が増加する。この原形質連絡の透過性の増加によって、シグナリング分子、転写因子、RNA、 タンパク質複合体などの巨大分子を様々な細胞区画へ輸送することが可能となる。ですも、コスガは隣接細胞間をつなぐ細い環状の小胞体である。いくつかの分子はこのチャンネルを通って輸送されることが知られているが、原型質連絡輸送の主要な経路とは考えられていない。ですも、コスガと細胞膜の近傍には電子密度の高い物質が見られ、 この間に渡された、射軸状の構造が原形質連絡を複数の領域に分割しているように見えることがよくある。この構造はおそらく細胞骨格の一部である、ミオシンとアクチンで構成され、二つの細胞間での大きな分子の選択輸送に用いられている可能性がある。原形質連絡に極在する、タバコモザイクウイルスの移行タンパク質30。 原形質連絡は、転写因子などのタンパク質、セルナ、メッセンジャー RNA、ウイロイド、ウイルスのゲノム等を細胞間で輸送することが示されている。その一例が、タバコモザイクウイルスの移行タンパク質の一つ、MP-30 である。MP-30 は、ウイルス自身のゲノムに結合し、原形質連絡を通って、感染細胞から非感染細胞へ、 ウイルスゲノムを運ぶと考えられている。また、フロリゲンタンパク質は、歯からシュートの長短分裂組織まで原形質、連絡を通って輸送され、開花を開始する。支部細胞でも原形質連絡が用いられ、共細胞によって輸送が制御されている。原形質連絡を通過できる分子の大きさには、限界がある。この限界は変化しやすく、能動的に変えることもできる。 MP-30 は、サイズ排除限界を700ダーから9400ダーに拡大することで、植物内での自身の移動を容易にしている。また、直接注入、または低温誘導による、細胞質のカルシウム濃度の増加によって、原形質連絡の開口部が強作し、輸送が制限されることが示されている。原形質連絡を通る、濃度輸送にはいくつかのモデルが考えられ、 ですもスガに極在する、タンパク質との相互作用や、シャペロンによって、タンパク質の折りたたみを部分的に解くことなどが、関与していると考えられている。同様の機構は、原形質連絡を、ウイルス拡散が通過する際にも起こりうる。原形質連絡は、植物内のほぼすべての細胞を連結しているため、ウイルスの拡散などの悪影響を引き起こす場合がある。この現象を理解するためは、 まず、アクチンマイクロフィラメント、微小管、ミオシンタンパク質などの細胞骨格構成要素を観察し、それらがどのように細胞間輸送に関係しているかを理解する必要がある。アクチンマイクロフィラメントはウイルス移行タンパク質の輸送に関係しており、原形質連絡を介した細胞間輸送を可能にしている。アクチンフィラメントが ウイルス移行タンパク質の原形質連絡への輸送を担っていることが示されており、アクチンの重合がブロックされると移行タンパク質の原形質連絡への標的化は低下する。ウイルスは細胞内を移動するために原形質連絡内のアクチンフィラメントを解体する。例えば、キュウリモザイクウイルスは植物内に侵入するとウイルス移行タンパク質を利用して 原形質連絡を介して輸送されることで、ほぼすべての細胞へ移動することができる。アクチンフィラメントを安定化する薬剤であるファロイジンで、タバコの葉を処理すると、キューリモザイクウイルスの移行タンパク質は、原形質連絡のサイズ排除限界を増加させることができなくなる。原形質連絡には大量のミオシンタンパク質が存在している。これらのタンパク質は、ウイルスの積み荷を 原形質連絡へ差し向けている。ウイルスはミオシンタンパク質に選択的に結合することができる。ミオシンに変異が導入されるとウイルスタンパク質の原形質連絡への標的化は悪影響を受ける。ミオシンのワクチンへの結合を薬剤によって永続的なものにすると細胞間輸送は低下する。微小管もウイルス RNA の細胞間輸送に重要な役割を果たす。 ウイルスは自身を細胞間で輸送するために多くの異なる方法を利用する。ジャガイモモップトップウイルスの TGB1 タンパク質の N マッタンドメインの微小管への結合はウイルス RNA が原型質連絡へ極在するために必要である。タバコモザイクウイルスが注入されたタバコの葉が高温に維持された場合、微光タンパク質の微小管への結合と ウイルス RNA の拡散の間には強い相関が見られる。原形質連絡の構造と原形質連絡を介した調節はカロースと呼ばれる β 1サングルカンタ両体によって調節されている。カロースは細胞質分裂時に細胞板に存在し、この過程が完了するとそのレベルは低下する。細胞でカロースに富む唯一の領域は 原形質連絡が存在する細胞壁部分である。原形質連絡を介して何が輸送されるかを調節するためにはカロースが存在しなければならず。カロースは原形質連絡の透過性を調節する機構を提供する。異なる組織間での輸送の制御のために原形質連絡にはいくつかの特殊な構造変化が生じる。原形質連絡の火星は 植物内の生理過程や発生過程と関連しており、主に細胞シグナルを原形質連絡へ伝達するホルモンシグナル経路が存在している。また、環境からのシグナル、生理的シグナル、発生シグナルも原形質連絡の機能との関係が示されている。原形質連絡の重要な調節機構の一つは、チャンネルのゲート機能の調節である。カロースのレベルは、 原形質連絡の後継サイズを変化させることが示されている。カロースの蓄積は新たに形成された細胞壁の原形質連絡の頸部に生じる。原形質連絡での蓄積レベルには変動が生じることからカロースの原形質連絡への蓄積を開始させるシグナルが存在すること、そしてそれによって原形質連絡が閉じたり、 より開いた状態となったりすることが示されている。β-1-3 グルカンシンターゼとヒドロラーゼの構造活性は、原形質連絡のセルロースレベルの変化と関係している。一部の細胞外シグナルは、このシンターゼとヒドロラーゼの転写活性を変化させる。白いぬなずなには、カロースシンターゼと呼ばれる、β-1-3 グルカンシンターゼの触媒サブユニットをコードする。 遺伝子が複数存在しており、この遺伝子プールの機能獲得型変異は、原形質連絡へのカロースの蓄積を増加させ、高分子の輸送を低下させるとともに、発生中の熱系の欠陥を引き起こす。ありがとうございます。